リング上ではあの次の対戦相手で、まあ、ブアカオ選手とかアンポ選手っていう名前も出てたんですけども、具体的にその辺はもう少し教えていただけますか。あ、具体的にも何も やりたい相手はって聞かれたらアンポとブアカオって言いますね今は。はい、ライジンで。はい、そうですね。あとはまあ例えば海外のグローリーの選手とかファンの選手とかわかんないですけど、そういう契約的になんか浮いてる選手とかと、ね、で名前あるような選手を連れてきて、もしできたらまたライジンの世界でのキックっていうの見方もまた変わってくると思うし、はい、あの本物対本物をライジンで見せればまたみんな、ファンのこの認知も広がる気がするんで、はい、キックボクシングが面白いっていうのは広めたいですね。でもこう階級が近いところ、ライト級でいうと、MMA 選手ですけども、グスタボ選手とか、打撃が強い選手がいるんですが、そういった選手をキックルールでやるとかはいかがですか。あ、もうめちゃくちゃ、はい、グスタボ選手なんかキックボクシングで来てくれたら、めちゃくちゃ迫力があって、すごい試合になると思うんですけどね。はい、そっちも期待したいと思います。ありがとうございます。